メジャーリーガーイチローはシアトル郊外に自宅を構える。12時少し前に朝昼兼用の食事をとる。メジャーに移籍して7年、メニューはいつも妻の手作りのカレーだ。7年間同じ昼飯食ってるやついないのかな。まあそもそもそんな調査しねえか。本当に7年間前からカレー以外ってあったかな。記憶にはないですね。うん、シンプルなものじゃないとダメなんですよ。カレーの上にカツなんて考えられないですよ、僕。ありえないです。結婚9年目となる妻の由美子さん。ルールの量間違えないでね。なんでそんなプレッシャーかけるの。食事はすべて由美子さんの手作りだ。カレーですか。カレー特別にはしてないですけど、いつでも食べられるように結構遠征から帰ってくる日にたくさん作って、それで冷凍しておくんですよ。冷凍したカレーがございます。このぐらいいつも作って冷凍しておきます。はい。炊きたてはいいね。じゃあいただきます。おいしいね、やっぱりね。イチローはシーズンオフでも由美子さんのカレーを食べる。由美子さんも毎日カレー食べられてないです。私は食べないです。あんま合わないよね、趣味とかもさ、うん、食べるもののね、好みも全然違うし。そうだ、不思議だよね、うん、皆さん趣味一緒ですか、ご夫婦で。どうなんだろう。違いますね。違います。まあ、趣味が違っていいと。まあでもなんか価値観みたいなものがね、どっかでつながってないと辛いよね。それまで違ってたらちょっと、カレー食いながらちょっと深めの話になりますよね。毎年当然のように活躍を期待されるイチロー、常に目に見えない大きな敵と戦い続ける。野球で何かこう思い悩んでたり、何か引っかかってたりすると、食事の時でももう座った時から顔が暗いんですぐ分かりますね。うん、時はもう隠すつもりもないかな、割と顔に出ますね、うん、だからその暗い時と明るい時のギャップはかなりあります。うん、それ分かっちゃってるなってことも分かってはいる。だから隠す必要もないって思ってるかな。うん、メジャーに移籍して7年、イチローは毎シーズン200本以上のヒットを打ち続けてきた。首位打者2回、年間262安打のメジャーリーグ記録樹立。輝かしい記録の数々はイチローをイチローたらしめてきた一つの流儀から生まれた。過去のイチローを捨てる、その戦いはどのようなものなのだろうか。この日イチローはデトロイトへと向かった。自宅を離れてのアウェーゲーム、それは
孤独な日々だ。時差はやっぱりきついですね。これにはなれない。どうしてもやっぱ薬が飲みますよ、寝るためのね。で、寝れなかった時やっぱ精神的にダメージがあるので、ちょっと弱気になったりするんですよね。遠征先での一郎の生活は極めて地味なものだ。試合後、食事を済ませるとすぐにホテルに戻る。そして市販のマッサージ機で足裏をほぐす。部屋から出ることはほとんどない。これはね、でも割と新しい。これ3代目ぐらい潰れちゃって、やっぱり毎日使うから